皆さんこんにちは、ひろがやです。はい、今回動画のタイトルの通りなんですけど、僕が会社を辞めた理由について話していきます。前回の動画で僕は2級建築士の学科試験に合格してめちゃくちゃ嬉しかったです。で、その動画の最後に僕は会社を辞めますと言いました。まあ、結論を言うと、僕が会社を辞めた理由については人間関係で辞めました。ちょっと前になるんですけど、僕が会社になれるため1回動画活動を休止した動画があるんですけど、その際に僕は会社から結構戦力として使われてると言ったんですけど、僕こう見えて資格を12個ほど持っていて、同時期に入った子と違って高校生の時から建築を勉強しているところを評価してくれました。まあ、僕は4月にこの会社に入っていろんな経験を積んでいっぱい資格を取ろうと決めてました。で、入社して1ヶ月経った時にちょっととある事件が起きてしまいました。これは何なのかというと、僕の友達が交通事故で死にました。まあ、そもそもその友達とどういう関係だったのかというと、もう小学校から付き合いの長い友人で、小学校4年の時に知り合って、5年生の時にまあ、ちょっと親の都合で引っ越したんですけど、僕は高校時代にその子とばったり会って、そこから LINE 交換して、そこから毎週電話するぐらい本当に仲のいい友人で、僕は京都にいた時にめちゃくちゃ辛い時期があったんですけど、その時も、まあ、友達が相談に乗ってくれたり励ましてくれたので、本当にいい友達でした。4月の下旬頃にその友達のお母さんから電話があって、まあ、その友達が亡くなってしまったということを知って、僕はもう足が震えたというか、もう言葉に出なかったですね、はっきり言って。毎週電話するぐらい仲良かったので、僕はその友達の死を受け入れられなかったです。それと同時期に僕は会社に、仕事を覚えたらいいんで、いつかは会社の動画を僕が作って、モデルハウスの模型をレゴで作りたいという提案をしました。これには社長と僕が本当に尊敬している社員さんはめちゃくちゃ評価してくれて、特に社長については、新入社員と若い子の意見をもう本当に重視していて、まあ、僕は社長に仕事を覚えたらこういうことしたいんですよねって言ったら、もうめちゃくちゃ面白いと言ってくれて、もうすごい嬉しかったです。で、さらに僕は本当に尊敬する社員さんに、まあ、このことを伝えて、僕趣味レゴなんですよねって言ったら、そっから建築について熱く語ってくれたり、現場に連れてってくれたので、もう本当にいい社員さんでした。僕はその時に本当にレゴやってきてよかったなって思いました。ただ、まあ、僕のその提案は却下されました。僕は仕事を覚えたらこういうことしたいんですよねって言ったんですけど、まあ、ちょっととまあなんて言えばいいでしょう、ものすごい怒られちゃって、まあその上司の人から、もうそんなん趣味でやれやとか、お前新入社員のくせにそんなこと言うなってめちゃくちゃ怒られてしまって、ちょっと周りの空気がなんかすごい重く感じて、なんかすごい嫌になりました。で、まあその同時期に友人が亡くなってしまったことを知って、僕は5月にまあちょっと会社でいろいろ失敗したりミスをしてめちゃくちゃ怒られました。まあそういうことあったんですけど、5月頃に友人や家族に相談して、まあなんとか少しずつ回復してきたんですけど、6月の上旬頃に僕の体調にちょっと異変が起こり始めて、眠れなくなったり、疲れが取れなくなったり、会社に行くのがなんかちょっと嫌になったり、あと食欲が減ったのと、あと会議に怒られたのもそうなんですけど、レゴに全然興味を持たなくなってしまいました。実は僕その会議を怒られた後にレゴやろうと思ってたんですけど、ちょっと怒られたことを思い出して、もう全然触れなかったです。まあそういうことを仲のいい友人に話したら、お前本当うつ病かもしれないから一回病院行けって言われて、それで会社の上司にちょっと僕うつ病かもしれないので、もしうつ病だったら休ませてくださいと言って、一回上司と面談をした時に、その上司は多分うつ病じゃないと思うんだよなみたいな感じで言ってくれて、まあ、ちょっと安心して、でその後まあいろいろ話した時に、君入社の時に最大の目標達成したいですって言ってたけど、それ何って言われたので、僕はその上司に資格を取っていろんな経験をしてヒカキンの家を設計したいですと言いました。僕は建築に興味を持ったきっかけや僕の最大の目標について、まあその上司に語ったんですけど、返ってきた言葉は、君には無理だとか、現実を見るなど、まあ、僕の、まあ、その最大の目標を侮辱するようなことを言われました。僕は心の中で、お前建築士の資格持ってないくせにそんなこと言うなとか、こいつ本当に人の夢侮辱して面白いのかと思いました。まあそれもきつかったんですけど、もっときつかったことが、その上司から、僕20年いるけど君みたいな変わった子は初めてだわ、もうはっきり言うわって言われて、まあそれを言われて、僕自身をちょっと侮辱するようなことを言われて、もう僕それを言われて、もう怒りがものすごいこみ上げてきて、もう本当ぶん殴ってやろうかと思いました。まあ、ただもうこれについてはもう本当抑えて、まあ、なんとかまあ耐えしのいだんですけど、それで家帰った時に僕はもう決めました。もうこんなやつと働きたくないと思って、その翌日に僕は退職代行を使って会社を辞めました。でその後僕は1週間必死になって勉強して2級建築士の学科試験に合格しました。僕はこの最大の目標がなかったら YouTube もやってなかったし、建築もやってなかったし、レゴもやってなかったので、なんかそれをなんか無理とか現実見ろとかそんなの言われて、僕
本当にもうすごいもう辛かったです。周りから無理だとか言われても僕は本当に無理と言われてもやりたいタイプの人間なので、まあ長くはなるんですけど僕はこの夢は絶対に叶えたいと思います。はい、ということで僕は会社を辞めた理由についてほぼ全て話しました。まあ僕自身今の体調面についてなんですけど、まあ一応元気は元気なんですけど、まあちょっとどうしてもあのことが原因でしばらく建築はちょっとできないので、まあ当面については僕は建築と全く関係ないところで働いて、まあ、生活していこうと思います。で、建築士の資格を取ったら建設会社やハウスメーカーに入社して一級建築士を取れるように頑張りたいと思ってます。9月の2級建築士の製図試験が終わったら動画投稿を再開しようと思います。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。